はい、本日は疲れた体を癒すために麺飛び六甲をやってきました。長野の言わずと知れた、二郎系ラーメンの店です。麺飛び、はい、来ました。今日の挑戦者入っちゃった。はい、谷コーチ参上です。頑張っていきましょう。今日は、はい、このラーメンの、大盛りいきましょうか。ラーメン特大いきましょうか。谷さん、はい、言わずと知れた谷コーチです。おはようございます。こんにちは。今日は麺飛び六甲で、はい、特大ラーメンを食べてもらいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。はい、やっぱラーメンっていうのは、あの男のロマンっていうか、スキーコーチのロマンっていうか、あの、え、何？疲れてます。疲れてます。ちょっとじゃあこれで疲れを癒していきましょう。はい、お願いします。じゃあ来ました。なんか一つバキン。来ました。じゃあラーメン中で。野菜塩、はい、油大豆、僕です。はい、さあ来ました。美味しそう。じゃあラーメン野菜油普通です。ニンニクなしです。はい、じゃあラーメン大野菜、あ、僕や野菜足の油普通です。大やったんやつのやばいの待ち怖いです。なんか映ってきた。あれでこれやと思ったんだけど、後ろにお姉さん持っとったありがとう。すごいね、これすごいですね、これサイズ感伝わるかな、半端ないサイズ感伝わる、これ僕の顔とね、これはあんま分かんない。味付け油失礼いたします。はい、なんとわずかものの5、6分で完食しました。スキーコーチのロマンだからね。ここだけは負けない。スキーは負けても。やっぱりでしたわ。美味しかったです。では帰ろうと思います。お疲れ様です。また明日。ごちそうさまでした。